で、その部分は自分もちょっと共感する部分があって、要は問題解いたから上がるもんでもないでしょっていうところはあるんですよ。うん、なるほどなるほど。現代文最小限にとどめるんだったら、僕だったら、うん、Z 界の現代文規模読解と。武田塾チャンネル。もう7月は本当に浪人生とかもう7月だみたいな感じですから ね、 あっという間ですよ、うん、はい、うん、受験生はもう本当夏休み入った瞬間からもうフルスピードでもう勉強しないと、うん、もう取り返しのつかない差がついてしまいますね。まあ、その中でね、もしその悩んじゃってちょっとなかなか勉強進まないってことがあれば、うん、はい、ぜひ相談してほしいということで、はい、そんな受験生に悩みに答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。 長尾先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、過去問主義の現代文の先生がいます、うん、現代文はセンターの過去問と志望校の過去問を何周もして参考書や問題集をやらない方がいいと先生が言います。これは正しいのでしょうか。ほう、という質問です。なるほど、はい。矢上先生は結構いろいろ現代文参考書やりましたよね、どっちかっていうと。そうですね、現代文は、うん、まあ、結構やりましたね、うん、はい、現代文もやりましたね。その体験を踏まえて、はい、例えば、はい、その参考書全部なしで、はい、センターの過去問と志望校の過去問だけで、はい、成績上げられましたか。いやマジきついっすね。だよね、はい、きついよね。過去問だけで成績上げられる人って多分相当もともとできる人じゃないですかね、はい、だと思います、はい、いやただ、はい、どっちかしかできないならどうするって話だったら、うんうんうん、まあ、過去問優先させるかなとは思うんですけど、はい、うん、そうですよね、まあ、確かにもう例えば直前期だと1ヶ月2ヶ月で、うん、どうするかって言った場合は、まあ、過去問で合わせるとか、うん、ですかね。まあ本当に最低限1冊とかでこれだけやっとけて参考書だけやらしたら、はい、あとは過去問優先でって話はもちろんあるんだけど、うんうん、基本的には問題集とか講義系参考書もやった方がいいと思ってますね。そうですね、うん、まあ、現代文最小限にとどめるんだったら僕だったら、Z 界の現代文記号読解と、うんうん、あとあれですね、開発講座で、うん、あと過去問、過去問、はい、もう最低限にするんだったらね本当、うん、はい、まあそれより下のレベルから必要だったら田村さんが語るとかやって、まあ言葉は力でやって、そう、あとアクセスとかやってみたいな感じだよね。そんな感じですね。いや多分ね、これを言ってる理由っていうのは現代文の解説とかっていう部分はやっぱりその解いたところで答えの暗記になっちゃったりとか、あの人の読み方やったって成績上がんないからみたいな側面があるから、そういう話をして、要は自分で考えて問題解かないと成績上がんないよ、他人の解説聞いてもみたいな多分意見なのかなと思うんですよ、うんうんうん、これを言ってる理由っていうのは。確かに、うん、でその部分は自分もちょっと共感する部分があって、要は問題解いたから上がるもんでもないでしょっていうところはあるんですよ、うん、なるほどなるほど。要は使い方間違えたら現代文の成績上がんないよって話です、うん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 、ですよね。だからこれはやっぱりその武田塾ではやっぱりその解いた問題を解説できるぐらいまでやんないとやった意味にならないっていう話はしてるじゃないですか、うんうん、確かに。だから先生が言ってる話は多分そういうことだと思うんですよ、うんうんうん、自分で解いて自分で解説できる、自分で解けるようにしていかないと成績上がんないぞと、うん、問題集やっただけで成績上がんないぞと、うん、まあ、それはどんどん参考書もどの教科でもそうなんだけど、うん、ね、うんうん、そうですよね、そうですよね、うん、やり方が大事ってことですね、はい、何を使うかという、うん、ただ自分は先生も過去問の解説だけでそれを理解するようにするのはちょっと難しいかなっていうふうに。そうですね、それはちょっとかなり進学校か頭いい子ですね、うん、はい、基本的にやっぱり参考書の解説は分かりやすいんで、はい、分かるものを使ってくれた方がいいかなと思いますね、うんうん、その通り、うん、なので、はい、基本的には参考書も、問題集も使った方がいいとは思います。はい、はい、ですね、今回は以上です、はい。大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね早慶、G マーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております、最寄りの校舎でですねぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください、イベントの申し込みよろしくお願いします。